新城郎新造8月20日から1938年8月1日は日本の天文学者、中国学者、理学博士、京都帝国大学第八代総長、名誉教授。専門は宇宙物理学及び中国古代歴術。戦前の中国天文学研究の権威であった。福島県藍津若松の作り酒屋にむつおとして生まれる。若松中学校、 第二高等中学校を経て、帝国大学理科大学物理学科を1895年に卒業。大学院に進学し、1897年陸軍、方向学校教授に就任。1900年京都帝国大学理工科助教授となる。その後ドイツのゲッティンゲン大学に留学し天文学を学び、帰国後に教授となる。九百十八年、京大に、 宇宙物理学教室を設立、理学部長を経て1929年兄弟総長。1935年、東方文化事業により、上海に設立された上海自然科学研究所、第二大所長に就任する。しかし1937年に、日中戦争が始まると貴重文化財の保護のため、東本清掃を重ね、1938年、その過労のために、 視察先の南京で休止した。もともとは、力学や知識を研究する物理学者であったが、ドイツ留学後、宇宙進化論を中心とする宇宙物理学への関心を深めた。また、赴任先の慶定大では、京大品学を領導した、加野直樹内藤寅次郎と信仰が深かったこともあって、中国古典に親しみ、それをきっかけに、中国天文学士、および、 中国古代史の年代学の研究に向かい、好感な東洋天文学史研究を表すに至った。また徹底的な科学的合理主義者でもあり、著書、名神では暦に現れた名神の打破を訴えた。兄弟の中国科学史研究の先駆的存在であり、その研究は戦後の矢部内清志や山田慶治らに引き継がれる。新城の弟子で娘婿に、 保守派のイデオローグとしても活躍した、天文学者の荒木俊芽がいる。著名な弟子としては他に、上田城がいる。藍津出身者として、松平康夫の藍津会に参加している。新城は、上海自然科学研究所の第二外所長として、対日感情悪化のもとで次第に困難になっていた、日中共同の研究活動を維持すべく尽力した。 日中研究者の交流会や市民向け講演会を開催したり、日本人の研究所員のために中国語講習会を開く一方、中国人職員に対して彼自身が日本語を教えることもあったという。こうした彼の努力により、書内ではリベラルな雰囲気が保たれ、次秀臣、小宮義隆など左翼活動の前歴で日本国内での就職が難しくなっていた研究者が、 上海自然科学研究所に食卓として採用されることもあった。新城の死後も熱意ある書院たちに文化財の保護事業は引き継がれ、1941年に重慶の国民政府に整理報告、目録とともに引き渡された。しかし、佐藤秀蔵が第三代所長になってからは、そのような熱意が失われ、研究所は戦時体制に組み込まれていった。 ありがとうございます。